存知ですか？ただいまより投票受付を開始します。ダート戦線の有力馬たちが集う注目の一戦であります。スタートを切りました。12頭9番サウンドトゥルーがちょっと立ち遅れ、
注目の先行争いでありますが、アジアエクスプレスがかわしていきました。その外からはクリノスター王、そしてその後ろから8番日本ピロアワーズ、それから5番パスカノロマン、そして5番手に3番カタノプリンセスであります。4番ローマンレジェンド、その外マイネルクロップ、内から1頭1番ナムラビクター、10番アドマイアロイヤル、それからもう1頭ソリタリーキング、2番インカンテーション、1番後ろに9番サウンドトゥルー。もう一度すごい競馬になって、いよいよ直線、黄色い帽子アスカのロマンが先頭、ムチが飛んだ、竹豊とパタのプリンセス、間からスルスルとローマンレジェンドが差を詰めてくる。アスカのロマン先頭、赤い帽子パタのプリンセス先頭だ。アジアエクスプレスが2番手パタのプリンセス、1着1番人気に見事応えました。戻ってきました。ご用でしょうか。今週はレースがあります。期待できそうですね。いい仕上がりです。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。
ゲートイン終わりました。体制完了。スタートを切りました。11頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。2番マコトブリギャールが先手を取りました。ノットフォーマル、外から行こうというところ、内を通って6番フレイムコード、カタノプリンセス、その内にクーラブライト、各馬第2コーナーに差し掛かります。外から1頭名称スザンナ、その後ろでやりましょうか。11番イリュミナンス、ブランレージュ、湘南バーキン、そしてその後ろからレッドリベール、しんがりから4番パワーシポットでやります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノプリンセスは5番手といったあたり。さあ先頭はマコトブリギャールが1馬身リード。カタノプリンセス懸命に追う。カタノプリンセスが差を詰めてくる。先頭松山とマコトブリギャール、マコトブリギャールかカタノプリンセスか、ほとんど同時です。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。